こんにちは歯科医師の遠山利成です私どもの歯科にはですね4月6日の緊急事態宣言を受けまして、それからですね規模縮小をして、えー、休館対応のみ、基本的にはですねそのようにしております。でそうすると、ですねあの非常にあの、えー、暇になりまして、私自身があのじあの時間ができましてですね、 まあ日々 SNS やなんかでですね今回のコロナウイルスに関するですねいろいろなあ情報が流れてくるわけなんですけれども、まあ、そういったものをです、ねえー、結構調べるようになりましてで今回はですねその中でも、えー、ニューヨーク・タイムズに掲載されたですね、えー、この感染しやすい職業の,おこのグラフっていうんですかね図。えー で感染しやすい職業の方で、でこれ、右に行くとですね、その他人と接触、近い職業で、上に行くと感染しやすい、感染率が高いということなんですけれども、まあ、これ見ていただくと分かりますけれども、あのここにデンティスト、我々ですね、近い医師、歯医者さんがここにいるわけなんですよね。まあ、要は近くて 近近いいいととと非常に,感染に近いということですねで次に救急隊員とか、まあ、上に行けばこの、このグラフ表のですね,上に,グラフのですね上に行けば行くほどまあ感染しやすいということで、まあ、ナースとか、ですね、えー、あとはフライトアテンダントですね、であとは、えー、これは配達員ですよね、配達員の人たち、であとはパーソナルケアですから、まあ、介護職員とかですね、まあ、警察の方。 まあこれ、ゴミ収集の方ですよね。でまあ、日本であまりないかもしれないですけど、メイドさんとかですね、えーまあ、清掃員の方とかですね、えー、あとは、あまあ、これは保育士さんとか、まあ、販売員、あとパイロット、まあ、だんだん下に行くに従って、まあ、弁護士さんで、これは木こりとかって書いてありましたけど、えー、いうふうな感じだと。で、これを見たときに、えーまあ ななんとなくですね予想、リスクで言えば、あそうなのかなと、患者さんに近いとかですね、まあ、そういったことあったんですけれども、まあ、結構我々の業界の中でもしゃべってても、ですね今まで例えば SARS とか m ー r s とかですね新型インフルエンザとか、まあ、そういったとことが流行ったときに、えー、その周りの例えば歯科医師で、まあ、かかったとかですね、えー、感染したとか、あんま聞いたことないんですよね。 でまあ、例えば日々のインフルエンザやなんかもです、ねまあ、年がる年中、歯科医師とか歯科医生士さんがかかるのかなというようなことで、えー、私はですねこれで、えーまあ、何を思ったかというと、まあ、実際のですね本当にそのこれはのリスク予想ですから多分そうじゃないかというようなことが、まあ、全世界的に発信されたわけなんですけれども、まあ、それよりもですね実際、例えば過去の MERS や SARS に感染した。 あ職業の、まあ、例えば一覧とかですね、まあ、そういったような論文があるかと思ってですね、まあ、いろいろ調べたんですけれども、まあ、残念ながらあのお分からなかったですねあのい。以下のですね、例えば病院の方たちの,その感染のリスクとか、まあ、感染の,その結果とかですね、そういったことはありましたけれども、えー、職業別でとかっていうのがあのなかったんですね。えー、で ですから私はです、ね、それでうーん、なんかこう、いまいちこうリスクだけで、ただ、実際の我々の感覚としては、非常にこう離れてる、ギャップがあるなというふうに思いましたので、で今回です、ね、まあ、何回も言いますけど、あの非常にあの時間がありますので、私、えーえーとですね、日本のです、ねえー、今回の新型コロナウイルスの感染者、これ、各都道府県で、えーまあ、公表されてます、もちろん名前とかは出てませんけれども、 えー、その症例、えー、感染した方々の,その、例えばあ、どういった職業であったりとかあっていうのが、まあ、公表されていましたので、えー、私、今回ですねその、えー、北海道から沖縄まで、えー、計1万84人、えー、調べましたあの。時間ありますから、あのやることないので。 ないことないんですけども、えー、1万84人調べましたで、今現在ですね、もう今日現在も1万1919 19人になってます、これちょっと1週間ぐらいかけてですね、えー、やってましたので、当然、あのタイムラグあります、えー、北海道に関しては、私が調べたこのデ,データ入れたときには336人でしたけれども、もう今、今日はですねもう451人になってますから、まあ、だいぶ変化ありますが、まあえー、その辺はちょっとご勘弁いただいてですね、えー トータルまあ1万あ人ぐらい、まあ、やっぱり当然、ですね、ずれはあると思います、手作業でやってますし、ただ、大幅にはずれてはいないと思います。で、このうちですね、えー、大体、もちろん非公表の方、えー、もしくは職業不明の方ですね、と、えー、いう方が、私が調べた中では4637人いますから、ですから、職業が判明している方というのはまあ大体5000人 ちょっとですね、5,300人ぐらいでしょうかね、5,400人ぐらい、えー、だと思ってください。で、ですね、えー、もう早速ういきますけども、圧倒的に多い職業っていうのがあったんですね。で、これ何かと言いますと、会社員です。えー、今回はあこ、私が調べた中では、1883人。えー 感染していますでこれってのはですね、のは、当然なんですよ、なぜかというと、数の原理で言えばです、ね、会社員の方は日本全国で大体今、3700万人ぐらいいると言われていますから、当然、数が多いので、感染者数も当然多くなるというのはもう当然だと思います。それとです、ね、次にです、ね、多かったのがこの無職の方。 無職の方が1023この無職というのは何かというと、例えばです、ね、病院にです、ね、入院している人とかあ、例えば施設に入居している方、当然その方たちの無職もありますけど、そういった方たちは、無職の人としてはあのカウントしてません。あくまでお家にいる方とかですね、そういった方をカウントしています。 で次に多かったのが自営業。まあ、これ、今回です、ね、こういった職業を見ていてです、ね、あの私、個人的に感じたことは、あの職業っていうのはすごく、まあ、いろいろたくさんあるんだなというふうに感じました。でそれぞれがまあいろいろ、例えばです、ね、都道府県によって、えー、例えばこの感染者に、例えば聴取をしてです、ね、いろいろ聞くと思うんですけれども、 その聴取をした人によっても違いますし、その各々が例えばあ、私は自営業ですとか、もしくは会社経営してますとかって、多分いろんな言い方すると思うんですよね。えー、ですから、正直言うと統一感はあ,あまりありません。えー、例えば小、中高生なのか、例えば、生徒なのか。えー、今回、学生というのは、学生はですね、1、2、3、4、5番目に多いという、まあ、これは職業というのかどうかはまた不明ですけれども、 学生はですね、一応大学生と専門学校生というふうにして私は感動しています。例えば児童といえば小学生にしておりますし、未就学児といえば小学生よりも下、でそれよりも下、乳幼児と書いてあれば乳幼児というふうにしてですね、まあ、判断しております。で、えー まあそういったので、ですね、まあ、職業たくさんあるなと、まあ、それとですねやはり最初の頃はですね非常にあのな形も決まっていなかったのか、ですね、えー、まあ各都道府県もバラバラまちまちで,です、ねえー、非常に集計しにくいというか、まあ、見にくいのがたくさんありました、で各都道府県調べても、その中でさらに市ごとにですね えー、発表されているというのがあるのでその都度、その市のですねページに飛んで調べなければならないとかあ、まあ、見てるとですねあこの件はこの市が強いんだなとかっていうのが、まあ、はっきりと、えー、分かるような結果となっていました。まあ、それで、えーまあ、ここでですね圧倒的にやはり数が多いということ、えー、でこのように差が出ているんですけれども例えば自営業と言いました。で 次にですね、多かったのが、えー、入院・入居をされている方ですね。病院に入院されている方や、施設に入られている方。で、次、学生さん。大学生、専門学校生ですね。で、その次に多かったのが、医療従事者。178人。これでも、もう、だいぶ、丸1桁違うぐらいですね。で、その次に多いのが、介護職員。で、その次に多かったのが、あ看護師さん、看護助手さん。で、看護師さんと看護助手さんはですね、 やはり患者さんにです、ね、接する距離が同じく近いということで、この2つはですね1つにまとめさせていただきました。でですね、ば、まあ、ーっとふわふわふわっとあります、歯科医師もこの辺にあります、7人、歯科助手さん、5人、歯科助手さんもですね、歯科医院勤務って書かれている方と歯科助手さんというのは一緒にさせていただきました。で下の方歯科衛生さん、ここにいますね、3人。今回、ですねバーっと見て思ったのが、 あのやはりですね先ほど言ったように当然人数が多いので会社員の方は多く出やすいです、でこの無職の方というのは中にはやはり20代、30代の方もいますけれども多くはですねやはりもう60代以上の方ですね、まあ、お仕事もリタイアされているような方なのかなとかそういうことが多く見受けられましたで今回、ですねそういった集計を取りながら見ていてですね 同時にですね行動歴が書かれていますから、その行動歴も私はずっと見ていたんですけれども、やはりですねあの当然、会社員の方とか、ですねそういった方たちはです、ね、世の中の多くの人たち、そうなんですけれども、職場とですね居住地って、これも大体分かるんですけれども、職場はちょっと分かりにくいですね、居住地とその出ている死ですね、感染が判明したし これがです、ね、結構離れている方とかが結構見られました当然、その通勤や何かで移動がされたりとかもちろん公共施設ではなくて車で移動されている方もいますけれどもやはり会議だったりとか会食っていうのが非常にその行動歴の中で多く見られている傾向にありましたでこの感染のですね日本におけるその感染の初期ですねコロナウイルスの感染の初期には やはり海外から帰られてきた方っていうのが非常に多く見られました。もちろん、えー、あのダイヤモンド・プリンセス・号の、えー、方とかですね、そういった方もたくさんあのデータ出てました。で、武漢帰りとかですね、エジプト帰りとか、まあ、そういった方もたくさんいました。で、えー、その次はですね、えー、多かったのが、えー、やはりあのクラスターですね。えー、例えば、何、えー、かこうみんなで集まって、 かかの宿泊会をやるとかですね、どこかそういう音楽の施設集まってですね、みんなでやるとかですね、まあ、そういった集まりですねであとはその飲食店一つの飲食店でバーッと出てしまうでもこれはですねやはりその時はまだあーそういった情報というかですねのがなさすぎてどうしてもやはりそれはもう最初からその 日にやるとととかですすね決ままっていいいたららこれれは正直言うと避けられないと思いますだから、あのなかなかその誰かを責めるっていうことはやっぱりできないとは思うんですね。皆さんの中にやはりそういった知識もないわけですから、それはしょうがないと。で、その次ですよね、実際、その職業的な差が出てくるというのは。で、先ほど言ったように、やはり動く方たちっていうのは、当然ですね、いろんなところにホッピングしますから、 いろんなところに立ち寄ったりとかです,、ね、するので、そういったときにもらいやすい、感染しやすいということが起こっているなというふうに思いました、行動歴を見るとですね。で、やはりですね、あのそういった陽性患者さんを、もちろん行動歴からですねどういった行動をしたかとやって追っていくと、ですねその中で会食ですよね、先ほど言いましたけど、みんなで例えば20人で会食をしました。 でその人たちを調べたら、もう半数以上が陽性だったと、まあ。やはりきっかけはですね、お互いにマスクをしない状態で、会話をしたりとか、お食事したりとかですね、そういったことがですね、非常にあの広めやすいなということが思いました。でもちろんですから、会議とかもそうですよねで。ただですね、その時にお互いにマスクをしていたりとかですね、両方マスクしていれば、 そういったこともないんでしょうけれども、あとは、ですね例えば、不意にです、ね、例えばマスクを取ったりとかですねしたとき、片方がマスクをしてなくて、片方マスクしていて、で仮に片方のマスクをしていない方が、その無症状で、ですねそのウイルスを持っていたとしますよね。でそういった方がもしこう喋って、ですね喉の奥から来るウイルスが、例えば唾液に乗って飛んだとしますよね。で それが例えば、じゃあ、手に、相手の手についたとか、例えば相手のボールペンについたとかですね、そういったものを触って、その後ですよね、触ったぐらいでは感染するわけないので、その後の行動、例えばマスクをしていたとしても、冬に鼻がかゆくなって、鼻をぐしょぐしょとかいちゃったりするとかですね、やはりそういったあの基本的なその行動だとか、そういったところがやっぱり一番問題なんじゃないかと感じました。そしてですねやはり陽性患者さんの 陽性が出たですね、方たちの家族、家族感染というのはですね、非常に多いです。あのもう行動歴を見て、ですね、皆さんのあれを見ると、ですね、この方、この方、もう職業とか、ですね、正直言うと関係ないなというふうにして、私は感じました。なぜかというと、例えばですね、例えば教職員の方。 が出ましたとかもしくは無職の方が出ましたっていうとその横に大体、症、え、例、ー、第50例の、えー、家族とか書いてあるんですよ。そういうのが本当に多いです。誰々の家族、誰々の家族、誰々の子供誰々の父、これ非常に多かったのでやはりお家でですね皆さん家族同士ではマスク絶対しないですよね。でその状態で当然、えー、飲食みんなでしたりとかですね。 じゃれあったりしますから、当然、家族内でもし誰か陽性の方がいれば、当然広がるわけなんですよ。ですから、あの今回の例えばウイルスっていうのは、私個人で言わせてもらうと、やはりすごく油断していると、油断があ一気にこう感染してしまうというふうに思うわけですよ。そのお例えばですねその、じゃあ家族内でかかったとしてもです、ね、誰かがいたとしても、お まあ家の中でマスクまでは例えばしないにしてもですね常にこう,うがいをしたりとか手洗いをしたりとかで先ほども言ったように不意に顔を触らないってことですよねえでもし触ったらすぐ洗うとかそういったことが当然必要になってくるんじゃないかとえ感じましたでえ要はもう誰がかかるかわからない油断した時にかかってしまうという感じですねですから職業的な際というのはあまり感じませんでしたが やはり、でですねあの現場ですねね現場医療の現場、ですね例えば看護師さんとかあ医師とかですねそういった方は当然、コロナウイルスにかかられた方が、えー、来る場所であるので当然、そこで接している方たちというのはやはり、えー、感染しやすい傾向にあるんじゃないかと。でそあと一つははですねやはり ご高齢の方はですね、やはり免疫が低いのか、やはりご高齢の方は非常に感染率が高いなと、その統計から見てですね、思いました。で、その中でもやはり入院されている方、入居されている方っていうのは、やはり一つでもやはりそういったことが入ってくると、介護施設だったりとか、病院だったりとかですね、そういった方には、 かかかりりやすいい傾向にあるというのが分かりました当然、しかもそういった方たちをです、ねえー、看護師さんとかです、ね、ここにもあります介護職員の方たちとかはもう嫌だって言ってやはり逃げるわけにはいかないのでやはりもうその場で、えー、その方たちをに対し向かい合わなきゃいけませんからやはりそういった方たちの感染というのも当然あると思いましたで職業的にはそういった方がやはりなりやすいという傾向にはあります。 ですが、もうこの方たちがいなければ、もう完全に医療だったりとか、その現場っていうのは、放棄したらもう終わりになりますので、本当にありがたいという存在であります。で、えー、じゃあ、先ほど、一番最初に言いましたけどじゃあ、歯科医師とかですね、歯科助手、歯科衛生士さんですよね。で、この先ほど見たですね、あのグラフで、えー、あ表ですかね、えー、ニューヨーク・タイムズの表で、一番感染しやすいって言われてましたけど、 歯科医師人ですよねで今、もう1人とか増えてるんですかね、私がこれを集計したときは7人で、7人というと、ですね歯科医師というのは10万人いますから、えー、どのぐらいですか、100人1.7%、1000人で0.7、1万人で0.07、10万人ですから0.007%ですよね、それって感染リスク高いのかという。 風な感じですねですから、やはりあのあ,あいったリスクとかなんとかっていうのはあくまで、えー、予想ですよね。で、一番確実なのは、やはりこういった統計、えー、実際にどうだったかということを見て、そこからですね、じゃあ何が影響しているのかということをやはり考えていくってことが非常に重要だと思います。私自身はははででですすすねねもうしあままり感染そそそこまでしやいいとは思ってないそれそれのの以前のです、ねえー 希望縮小するという動画の中でも言っていますけれども、基本的には、唾液単体にはですね、そこまでウイルスというのは多くないと、私はもう思っているんです。喉から来るのに唾液が媒介したときに初めて影響するというふうに思っていますから、ですから会話だったりとか、えー、くしゃみとか咳ですね、そういったことが非常に重要になっています。 別の動画でですね、えー、またお話ししたいと思うんですけれども、これ私個人の考えですけれども、お話ししたいと思うんですけれども、まあ、そういったことがですね、まあ、こういった結果に出ているんじゃないかなと思います。で、えーまあ、この中でもですね、例えば歯科衛生士さん,うんとか歯科助手さんとかもそうなんですけど、えー、よくよく見るとですね、えーまあ、自分がですね、まあ、歯科医師もそうなんですけど、 その歯科医療現場ではなくて外で通常ここに通常通り会社員の方とか無職の方とか自営業の方とかですね皆さんがかかると同じようにかかっている同等にですね人間人としてかかったっていうような感じですね職業的にかかったような感じではないような方たちがいましたまずいろんなところでかかってくるというふうな感じでしたねでそれであとはやはり中ですねそういったその 先ほど言ったように今回の,このコロナウイルスってのは油断ウイルスですから、やはり油断すると、えー、お互いにかかってしまう、仲のいい人ほどかかりやすいウイルスなので、えー、当然、例えば、えー、患者さんと歯科,医歯,科医歯科医師、歯科医療従事者、歯科医療従事者から患者さん、これはかからない。 にしてもですねお互いマスクをどちらかがしてたりとかしてかからないにしてもその内側の人たちですね例えば歯科医院内で誰かがかかったときに患者さんにはかからなくても歯科医院側の例えばスタッフ同士とかですね、まあ、そこは例えば仲良くてお昼を一緒に食べるとかそういったことをするとやはり当然 マスクを外してですね、喋りながらやってると、そこに油断が生じるので、そういったところで先ほど言ったように顔を触ったりとかして、ですね、感染が起こるということは当然あると思います。でもこれはですね、歯科医だけではなくて、すべての職業の現場において、ですね、同様に起こるという可能性がありますから、これはだから職業関係ないと思います、正直言うと。ですから、今回のですね、ウイルスはですね、そのどんな職業がリスクだとかかかりやすいとかっていうのは、 コロナの患者さんを直接触れる人は当然そのリスクはもちろんありますけれどもそうでない方たちですねまだコロナかどうかもわからないとかですね不健性であったりとかですね非常にはっきりとしてない人たちと接している人たちは皆ほぼ平等にそのリスクはあると。 いいうふうふに思いますで。やはりですね、あの今あ、テレビとか SNS ですね、えー、その先ほども言ったようにその現場、最前線の現場で戦われている人たち、医療従事者、えーまあ、病院ですね、えー、看護師さん、あ医師そうです、ね、あとは介護職員の方々。 もう逃げることのできないような現場で働かれている方たち、こういった方たちへのですね本当に感謝の気持ちを忘れずに、そして一部の方はですね非常にその、えー、何かこう、まあ、バッシングをするとかですね、えー、そういったことをする方もいるという,ふうなことを聞きましたがやはり、えー、その方たちが倒れてしまったりとか、えー、もう逃げ出してしまうような環境を作ってしまったらですねもうやはり完全に医療崩壊してですね今度、我々が 感染したりとか、すね、我々の大切な人たちは感染したりとかです、ね、どんどんしていったときにはもう受け入れ、受け皿がなくなってしまうので、やはりできるだけ我々はですは、ね、行動をしないということ、行動しないというのがやっぱり一番ですよね。 やはりいろんなところを行動することによってそういった油断が生じて感染のリスクが生まれてきますから、まあ、そういったことをしないようにしてそしてその現場で戦われている人たちに最高のリスペクトをしてですねとても感謝をしてですねやっていかなければならないなともうみんなでですねこのやはりこういった問題をですねなんとか乗り切って早くですね切り抜けていけるようにですね頑張っていかなければいけないと思います。 まあ以上ですね、これがあの私の時間を、時間がですね、非常にあることによってですね、もう1からですね、1万人以上を見てですね、統計を出しました。おそらくですね、今後、またひょっとしたら2時、3時といってですね、その波が変わってくるとですね、このグラフの状況っていうのも変わってくるかもしれません。ひょっとしたら、 どっか違う職業がポッと突出するのかもしれませんが私の予想ですとおそらくこれはほぼあんまり変わらないんじゃないかなと思うあと他の職業とかではなくてほぼ平等にウイルスはほぼ平等に家族だからかからないとかありませんしどんな人でも平等にかかる傾向にあるのでやはりその辺に関しては常にですねチェックしながら実際のリアルをですね誰かがこう思うとかですね 海外の人がこういうリスクがあるとかですね、勝手に言うものをうのみにしないで、ちゃんと自分で考えてですね、私自身やってですね、皆さんに発信することがあればですね、発信していきたいと思っております。以上、遠山でした。